おはようございます。3月17日腹筋ローラー353日目、62歳、セカンドチャレンジ148日目になりました。最近地震多いですよね。まあいろんなところで地震が起こってますけど、今朝も、動画を撮影中に、地震がありました。チャオも、多少パニックになったんですかね、お店の椅子から、飛び降りて、その際に、危うく、撮影してる携帯が落ちそうになったんですけど、なんとか、ギリギリのところで、キャッチすることが、できたので、大事には至らなかったんですけど、ちょっと心配しててもね、自然災害なので、仕方ないのかもしれないですけど、多少の不安は、地震に対して、ここまでなんか各地で地震が多発してると、いつまた大きいのが来てもおかしくないのかなというような、思いはありますね。昨日までは奄美大島に住んでる、娘と孫が、帰省で、3日間ですかね、遊びに来ていたので、久しぶりに、半年ぶりですかね、半年前、去年の夏に、こっちから奄美の島に遊びに行って、半年ぶりに、孫とまた短い間時間でしたけどね、楽しく、過ごせました。みんなそれぞれね、元気でいれば、これから先も、楽しい時間を共有できると思うので、中でも私は年寄りの分類に入っているので、気をつけなくちゃなとは、思います。腹筋ローラーの方も、そうですね、365日チャレンジ、あと、もうカウントダウンですよね、12日3日ぐらいですかねになってきているので、引き続き、せっかくここまで、やり続けてきたので、ないで、365日、とりあえずやり遂げたいなと、考えています。また明日も続けていきますのでよろしくお願いします。